ベスタートいたしました男子 1600m リレー予選は第5組最終組です。城西大学金子君、早稲田同好会は梨田君、駒高校は山本君、ウェブ TC は中村君、群馬大学は須藤君、慶応大学は塩原君、駿河台甲府 A チームは若新君。さあ先頭には慶応義塾大学塩原君、慶応大学は最初にバトンを渡しました。そして群馬大学、先頭は慶応大学、そして群馬大学、駿台甲府 A チーム、早稲田大学同好会、城西大学、ウェブ TC、 そして駒高校、群馬大学がバトンを渡しました。そして慶応大学、そして城西大学、早稲田同好会、ウェブ TC が上がってまいりました。さあ先頭は群馬大学第3走者北爪君で、慶応技術大学中条君、早稲田同好会は早刈君、城西大学は鈴木君、ウェブ TC は、前内君、駿台甲府は菊池君、駒高校溝口君、さあそして群馬大学が先頭でアンカーにバトンが渡ります。群馬大学アンカーは鈴木君にバトンが渡ります。そして慶応大学、慶応大学は塩津君です。そして城西大学が佐藤君、早稲田同好会は正樹君、ウェブ TC 島崎君、駿台甲府清水君、そして駒高校は筑野君。さあ先頭群馬大学が残り 200m、 そして慶応大学がその後、そして早稲田大学、城西大学、ウェブ TC、 駿台甲府、駒、さあ先頭は群馬大学アンカー鈴木君のフィニッシュです。そして慶応大学がアンカー塩津君のフィニッシュ、早稲田、城西が揃ってフィニッシュ、ウェブ TC がその後、そして駿台甲府 A チーム、そして駒高校とフィニッシュです。第5組の結果です。1着群馬大、1着第7レーン群馬大学。